ベーゼンドルファー、L、ベーゼンドルファークラビアファブリック、L、ブーザンドーファークレビアファブリック GMBH は、オーストリアに所在するピアノ製造会社である。2008年からは、ヤマハの完全子会社、標準的な88件のピアノに加えて、低音部が拡張された92件及び97件のピアノを製造していることで知られる。1828年。 オーストリアウィーンにて、イグナーツ・ベーゼンドルファーにより創業された。以来、各国の提出や、王室の御用達として選定されたり、産業博覧会で入賞したりするなど、名声を高めていく。第二次世界大戦後の一時期、経営難に陥って経営が、アメリカの企業体に移ったこともあったが、2002年に、オーストリアの銀行グループであるが、経営権を取得して、名実ともに、 オーストリアに復帰した。しかし2007年再び経営難に陥り、2008年にヤマハの子会社となった。ベーゼンドルファーのピアノは、フランツリストの激しい演奏に耐え抜いたことで、多くのピアニストや作曲家の支持を得、数々の歴史あるピアノブランドが衰退していく中、その人気を長らくスタインウェイトに奮してきた。 ベーゼンドルファーのピアノを特に愛用したピアニストとしては、ビルヘルムバックハウスが有名。ジャズ界においては、オスカー・ピーターソンがベーゼン弾きとしてよく知られている。最近のピアニストでは、アンドラー・シュシフ、パウル・バドゥラスコダ、イエルク・デームス、フリードリ・ヒグルダ、ギャリック・オールソン、バレンティーナ・リシッツァもベーゼンドファーのピアノを好んで用いている。また、 スビアトスラフリヒテルも何枚かの録音を残している。かつてベーゼンドルーファーのピアノは1980年まで、ショパン国際ピアノコンクールの公式ピアノの一つで、あったが、後にヤマハとカワイとファツヨリが採用されたことにより、公式ピアノから除された。ウィーン・ベートーベン国際ピアノコンクールでは、使用ピアノがベーゼンドルーファーだけと決まっている。インペリアルとも呼ばれる。 最上位機種のフルコンサートグランドピアノ、モデル290がベーゼンドルファーの代表機種で、標準の88件の下にさらに4から9組の弦が張られ、最低音を通常よりも超6度低い波音とした完全8オクターブ97件の鍵盤、エクステンドベースを持つピアノとして有名である。これは、フェルッチョブゾーニが JS バッハのオルガン曲を編曲したとき、 低音部に標準のピアノでは出せない音があったため、ルードビッフ・ヒベーゼンドルファーに相談したことが始まりと荒れている。エクステンドベースが追加されたことによって弦の響き板が広がり、共鳴する弦も増えて中低音の響きが豊かになった。しかしそのため、しばしば一部のピアニストからは中低音の響きは豊かだが、 高音とのバランスを考えて弾かなければならず、弾きこなすのが難しいピアノだと言われる。以前は、拡張一気の鍵の部分に小さな蓋をつけることで、一般の曲の演奏時に5打を防いでいたが、現行品では、発見も黒くすることで区別している。音色は、私服の音色と呼ばれる。ベーゼンドルファーのピアノは1年以上の月日をかけて、全工程を手作業で作られている。 代表的なモデルではイガタに組まれた強固な支柱の上にスプルース材のブロを積み上げてインナーリムを製作し、それに比較的薄いスプルースからなるアウターリムを貼り合わせることでピアノ全体がスプルース材を介して豊かな中低音を響かせる設計となっている。現在までにベーゼンドルファーが生産したピアノは5万台ほどでおよそヤマハの100分の1。 スタインウェイの10分の1である。市場拡大のため、それまで、経済的な理由で同社の標準モデルを導入できなかった大学などの教育機関向けに、コンサーバトリーシリーズ、カンサーベトリーシリーズを設計した。生産の過程で、ノン、クリティカル、アリアスと呼ばれる生産ラインに依存する時間を短縮することで生産コストを削り、標準モデルより安価に提供できるシステムを、 構築している。ベーゼンドルファーの創立170周年や175周年に、フランツ・シューベルトやフレデリック・ショパンなどの有名な作曲家にちなんで名付けられ、設計された特別限定モデルのピアノなどがある。近年の特別限定モデルとしては、オーストリアの画家グスタフ・クリムトの代表作、キッスを天板にあしらったクリムトモデル、ベートーベンの月光の自筆楽譜をあしらった。 ベートーベンモデルなどがある。また、2013年、生産台数5万台到達を記念して1大限定生産の5万台記念モデルが作られている。ベーゼンドルファーは100年以上前から、著名な建築家やデザイナーを起用した特別モデルを製作している。1866年に、ウィーン・楽ク協会等の設計で知られる、建築家のテホイルハンセン、1909年に、 ヨーゼフ・ホフマン、その他、フェルディナント・アレクサンダー・ポルシェやアウディのデザインスタジオ、等がベーゼンドルファーのピアノをデザインしている。1990年に建築家のハンス・ホラインがデザインしたベーゼンドルファー・インペリアル・グランド・ピアノは世界に二つしかない。一つはアメリカ・フロリダ州オーランドのウェスタングランド・ボヘミアン・ホテルにあり、もう一つは中国の上海にある。 一つ目のオーランドにあるピアノは一本の木の80%が使用され、それぞれの真鍮足には一本あたり約160万円の価値があるとされ、二つあるホライン設計のピアノにはそれぞれ約3000万円の価値があるとされる。日本国内では過去に総代理店として日本米ゼンドルファーが本社静岡県岩田市の他東京都中野区、 大阪市淀川区の3カ所にショールームを所有していた。本社ショールーム内に設けられているアンティークピアノのコレクションはベーゼンドルファーのみならずベートーベンの時代のジョン・ブロードウッドやショパンの時代のプレイエル、エラールなどの有名ブランドの他にピアニストのアルフィレット・コルトーが所有していたダブルグランドピアノやジラフピアノといった極めて珍しい形のピアノもコレクションされていた。 しかし、ウィーン本体側が、ヤマハに買収されたことにより2007年11月27日付で、日本ベーゼンドルファー、株式会社浜松ピアノセンターは倒産し、各地のコンサートホールの運営並びに調律、修理などの事業は株式会社ビーテックジャパンに引き継がれ、ベーゼンドルファーの技術メインテナンス会社として製品を維持している。 ヤマハが株式会社ベーゼンドルファージャパンを発足し、東京都中野区に本社ショールーム、静岡県浜松市にテクニカルサポートセンターを構え、東京、大阪に特約店を設置するなどした。その後、2009年9月1日付のベーゼンドルファージャパングループ内のプレスリリースには、株式会社ベーゼンドルファージャパンは、ヤマハ株式会社へこと上とされると発表されている。 なお、2009年11月30日付のプレスリリースではテクニカルサポートセンターは静岡県掛川市に移転されたことが発表された。2000年代初頭にオーディオ機器、スピーカーの開発、製造をしており、日本国内ではオーディオ関連商社である株式会社のあの手で輸入されていたが、ヤマハ参加になり撤退した。現在、 ベーゼンドルファースピーカーの設計者が創業者イグナーツがかつて在籍しており、ヤマハとベーゼンドルファーの買収競争を模したオーストリアのピアノブラドブロードマンに移り、ブロードマンアコースティックスとして販売されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。